サブリス、今日はお医者さんごっこをして遊ぼう。はい、デイズ。救急車に乗って動物さんを助けるデイズ。よし、行くぞ。車のライトをつけてタイヤをつけるデイズ。タイヤをつけたら運転席を作るデイズ。うん、ここにお医者さんが座るんだね。はい、デイズ。車の後ろにもライトをつけるデイズ。よいしょ。次に患者さんが乗るところを作るデイズ。よし、壁を作ってっと。このパーツをくっつけると、あ、後ろの扉が開くようになってるんだね。あとはハンドルやフロントガラスをつけて、救急ランプを頭につけて完成だ。さあ、今度こそ街へ出発です。うん、クマーマ、誰か泣いてるです。大変、子犬さんが倒れてるよ。おーい、大丈夫ですか？気分が悪いですか？お腹が空いて動けないみたいです。大変な、何かないかな。ミルクをあげてみよう。ちなみに子犬さんには普通のミルクじゃなくて専用のミルクをあげた方がいいです。よかった、元気になったね。おやつも食べられるみたいです。もう大丈夫だね。気をつけてお家に帰ってね。さあ、見回りを続けるです。うん、クマーバ、また誰か泣いてるです。子猫さん、おーい、大丈夫ですか？お腹が痛いみたいです。大変だ、そんな時は薬を注射してみよう。どうかな、なかなか良くならないみたい。クマーバ、こうなったら救急車で病院へ運ぶです。そっか、よし、後ろのドアを開けてっと。よいしょ。子猫さん、すぐ病院に着くからね。おっとっとっと、こんな時に渋滞。よし、子猫さん、入院します。子猫さん、無事に退院して元気になったね。クマーバ、ちゃんとお医者さんになれたです。ハラハラしたけど、みんな無事でよかった。またお医者さんごっこをして遊ぶで。